はい、いや久しぶりにやるわ。いつぶりだこれ。まあ、やっていきましょう。こんにちは、獣のびたかと申します。囲碁飯る今日。いやー、アナザーエイドスもね、いろいろとアップデートがね、隅に進みました。ちょうど僕が活動ね、休んでる間にいろいろとアップデートが終わったりして、第一章もね、追加されたりとかしてるんですよ。うん、あとなんかいろいろアップデートで、ほら、あのホーム画面のキャラクターをズームできるようになったので、アモレイ君のね、下半身をまじまじと見つつやっていきましょう。剣王エクス第一章やっていきましょう。なんかエメラルドうんぬんとかそういった物語があるらしくてね。ちなみにね、ゼロ章はあのちゃんとご存知の通りサブ系もやってね、 100% になりました。星運クリアまでやってないんだよね。まあ、いつかね、時間がある時にでもやりたいと思うんで、ひとまずはこちら第一章、今回こそね、あの本題に入りました。後ろのこのドラゴンっぽいのかっこよくね、マジでかっこいいつかセクシーつうか、まあ、その辺はいいでしょう。黒エメラルド第一章、こっからね、新たな物語、いや本筋が始まっていく自由都市バラエで物語、剣王エクスやっていきましょう。エクスはね、あれだ、馬のやつだ。ちょっと YouTuber にさ、エクスっていう馬の獣人いるからさ、そいつ合わさっちゃうんだけど、まあいいでしょ。黒エメラルド、自由と冒険、パイスブラン連邦、やっていきましょう。結構いろいろとね、その僕が休んでる間にアップデートもいろいろ入ったんだけど、どうやらバグもいろいろあったようで、なんか例えば戦闘が終わらねえとかなんかいろいろあったらしくて、急にメンテナンス始まったりとかもあったんだよね。でも僕もね、滑走戻ってから早く実況してなとは思いつつもね、あのね、最近花粉症がやばくてさ、ちょっと今ようやくちょっとね、今日は落ち着いたんだけど、いかんせん花粉症で、ね、ちょっと実況は取れてなかったっていうのがあったんですよね。なので今ね、コンディションがまともになった今のうちにね、実況ちょっと貯めとくわ。アビタカたちが竜王の島を脱した頃、故郷の連邦では人民の王エクウスが制圧戦の報告を受け取っていた。というこいつがエクウスです。馬。コメントであのエクウスのね、なんか意味とか教えてもらったわ。博識な視聴者、コメントしてくれてありがとうございます。はい、というわけで、竜王の島制圧したアンバードンです。あ、そうなんだ。それ知らなかった。結局制圧されちゃったんか、竜王の島。はい、いろいろと情勢を教えてください。というわけで、第一章はね、エメラルドで、あの、父親代わりとなっていたモーガンがね、操られたとかなんかいろいろあったりしたけど、そのエメラルドについてちょっと掘り下げられるような物語だったりするのかな。楽しみでございますけどね。それ、あ、意外とちょっとね、ネガティブというか、ネガティブというわけでもないけど、あんまり自信がない。こんなガチムチなガタイのいい体験してるのに、そこはちょっと自信ないんだな。ずっと立てばから、偏頭痛か。大変やな。エグさん、今日確かに。その飲み物怪しかったりしない？大丈夫だよな、ちょっと。エクさ、緊張で乾ききった喉を鳴らして、ゴブレットを注がれた井戸水を一気に飲みました。普通の水だったらよかったよかった。なんか実は陰薬みたいな。これもうエロト自身読みすぎるな。なんか、ほら、ささ、これを飲んで、そして1時間か体が熱いみたいな、そんな展開はね、エロト自身、よくお世話になってます。ありがとうございます。川田草原、そして容易に攻略可能な迷宮に恵まれた連邦。運河や水道橋の整備など、エクさ、水を巧みに利用し、戦略資源の少なさを補ってきた。冷えた井戸水もその恩恵の一つだ。なるよかったよかった。面談ね。やっぱ、国王は大変やな。粉みかん。こうしてエクウスへの報告は、竜王の島の制圧戦の、外境のみにとどまった。まあ、竜王の島は結局乗っ取られてしまったみたいなもんか。残念だな。まあ、アモレイ君をね、救出できたんだけよしとしよう。エクウスが直接指示を下した。冒険者の報告については、感情の内容もすっぽりと抜き落ちたまま。もうエメラルド影響出てるの。パイスブラ、終わりました。さよなら。リュウア人と化したアビタカとリュウオウの生存。え、僕リュウア人と化したんですか？アビタカは鳥獣人じゃなかったんですか？うん、まあ、こっちの世界はね、リュウア人と化してるんでよろしくお願いします。これらの捕縛霊はアビタカの父親であるモーガンの一存と銘打たれ、連邦の兵士を総動員させ、捜索が続けられていた。結局やられてんだよな。今なんかさ、ちゃんと水をうんたるとかもやれたからね。なんか理性もあるのかな？ちょっとわかんないけど。というわけで、やっていきましょう。1話、1話じゃね、うん ?1 話か。1話ちょっと短かったね。2話、このまま。つかの間の平穏。そうやね、コメントでもね、あ、まあ、あと僕もね、なんか、本編じゃない、イベント進めてやっぱ思ったんだけど、イベントはやっぱりね、あの、ゼロ章の後日談的なポジションだったっぽいですね。ってなると、今もうあれかな？うん。彼らはいないんかな？海賊のみんなは。っていうのはちょっとわかんないけど、もう戻ってきた可能性もあるしね。まあ、イベントどう繋がるのか楽しみですよね。よけ、うつうつ、バルボラス。おレオンハートさんの私服姿だ。おっそあ、レオンハートだ。いや、僕、あの、イベント用のスキンね、見たんですよ、ちゃんと。やっぱ、俺のケツで思い出を、みたいな、俺たちの絆を思い出したかみたいなシチュエーションか。やっぱりちょっと、なんか、パワーワードだな、みたいな。
いやまあエロ当時の世界だからやっぱりなんか俺のこの竿で思い出すやるよみたいな、お前の気持ちいいところとかみたいな、そういうシチュエーションがあったりするから、やっぱそういうもんなんかな。エロい世界でやっぱ体が思い出では絆を思い出す、そんなねキー要素みたいな、そんな部分があるから仕方ないよな。レオンおはよう、ずいぶんと早いね。こっちはまだまぶたが重たいよ。いや僕は今日6時間ぐらい昼間寝た、もうめちゃくちゃです。おかげで配信もできてねえや、もう昼過ぎなんだって。思うんで、この一章イベント後にこれなんかの一章なのか、一章の後に実はイベントなのか、レオンハがここにいるのはイベントを終わらしてからこっちに来たのか、ちょっとその辺り時系列またね本編詰めたら分かるかもしんないけど、というわけで、そういうわけには、まあ、つかの間の平和なんでよろしくお願いします。レオハといいやつ、ありがとうございます。それはレオも同じだろ、船だってなんて前向きやつなの、レオハート、ほんと。まあ、こいつのね、そう、正体については、イベントちょっとね、出てきた、ちょっとだけね、ちょっとだけ出てきたからね、いつか、掘り下げられたらまたいいよね。まあ、海賊がメインキャラになってるのはありがたいな、味方だ、ありがたい。うわ、ドーナツだから、出来たてで美味しそう。はい。おう、てか、なんか、そんな好きとしてね、そんな一枚もあるんだ、立ち絵。いいね。ドーナツくらい黙って食べろよ。それにしても本当に美味しいよ。レオン、ありがとう。一緒来てるな。そんなに朝早くから、やっぱりレオンは早起きだったんだ。この騒がしくされちゃう、あれだからいやらしい意味じゃなくて、ゼロ章の続きの、なんか剣が出てきたみたいな、めちゃくちゃことになっただけだから、大丈夫だと思います。ごめん。え、マジでいやらしいことだった、マジ。意味わかんねえな、一個がドーナツの頬張りだから、だんだんに心を和ませていたの、つかの間。出たー、どうせ操られてんの、いや、操られてないって進まれるのかな。あ、出た、ビルフォード、際どい服装のビルフォードくん、オスオスです。こんにちは。ああ、やっぱ際どいな、この服装。何なんだ、この服装。よくかけたら。右の方まで布があるけど、左股関節からね、太ももにかけたら布がないっていう、この、機動性重視しすぎじゃない、ちょっと。なんだ、この服装。エッチだからいいんですけどね。玄関、毛破り。強引に家になだれ込むのは故郷の兵士だし。ああ、アモレイ君、久しぶりや。やっぱ可愛いな。だから脱出しようにも仮住まい兵士たちに包囲されてる、総監隊突破できそうには見えない。つかの間の兵は一瞬で終わったんですけど、本気出しちゃってくださいよ、バルボロスさん。バルボロスはこうケツの部分がやっぱ布ないのがまたね、なんかこう絵師さんというか運営さんというか、なんかそういった依頼した人のねこだわりを感じるような。さっそくもう早速パイズプランで、もう束の間の平和一瞬で終わりましたけど、やっていきましょう。おーし、いろいろゲット。石も溜まってきたな。この調子ならなんかまた10連ガチャとかできそう。さあ、束の間の平穏。さあ、久しぶりに戦闘するな。イベントの時ぶりだ。サブクエの時はイベントしてね。サブクエの時はね、戦闘なかったからね、あれなんだけど。さっそくこのメンバーでね、さあ、あと難易度どうなってんだろうね。そこ気になるよな、一生難易度。ちょっとそこはね、試していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。オッケー、やっていきましょう。さあ、久しぶりの戦闘だ。おお、いいね。雰囲気がまた変わった。まあ、初手リュートはやっぱ安牌なのかな。さあ、そう、どうしようかな。前陣速攻型ちょっと戦ってみるか。前陣速攻型に行くか。さっそ倒そう。で、戦闘もね、なんかいろいろとモーションもね、結構変化があったりとかあるらしいんだよね。楽しみでございます。そして、レオンハートはこうやって配置して、両方に攻撃してもらおう。両方に攻撃できない。ここ配置ミスったかもしかして。いや、多分大丈夫だ。レオンハートはなんとかやってくれるはず。あ、てか、回復の場所が、ちょっとねえな。ちょ、やらかしたこれ、タワーディフェンス戦法の方が良かったな。届くか、これ。あはん、ギリギリ届いた、危ねえ。うま、この配置なら OK でしょ、ギリギリ。いや、久しぶりやるから、ちょっとね、なまってるじゃなまってる部分があるけど。よいしょ。で、アビタカはこっちに配置。頑張れ。そこう !OKOK。あ、やべえ、レオハード、ちょっと配置ミスったくせえな、これ、ちょっと。攻撃してくんねえや。あー、やらかしまじです。ちょ、レオハート一旦戻って。ちょっと。また1分後にな。蘇ってくるような。頼むぜ。よいしょよいしょ。やべ。てか結構ディフェンスが。パティここ頼む。さあ、セット。いろいろとどうするか。ちょ、アビタカも苦戦してるな。ちょっとこれ。なんか巨大なやついいし、レオハートちょっとやらかしたのちょっともったいなかったな。この場合どうするか。くー、しかもなんか、置けねえんだよな。敵今回遠距離いない説のちょっと読んで、この辺とかにもう、あれだな。半蔵とか出してもいい気がするな。よいしょ。だけど半蔵この辺に配置して、オッケー。あー、てか半蔵地面にも来たんだけどな。まあ、いっか。よいしょ。さあ、いろいろと猛暑もね、みんな増えてることだし、リュートも頼むぜ。
で、ニトロも配置するから、てか、ニトロ配置は一番ありだよな。これニトロは最強なんだよね、ほんと。あ、やべ、弓使いとかいるじゃん。やべ、回復が。その時はエレンさんが配置できるとか、そういうのがありますかね。弓使いさっさと倒さないと、ちょっとまずいな。ちょ、アビタカくん、なんとかしてください。アビタカ、なんとかしよう。レオハート早く来て。レオハート早く来て。ちょ、まずいな。回復役入れたかったな、そう考えると。よいしょ。まあ、リュウと相変わらずね、使い、あー、てかもう起きねえじゃん。マジ、キャラクター全然起きない。なんか、やらかしたかこれ。もしかして。いける?ここちょっといらなかった説あるかもしかして。やべえな、ちょっと。ディフェンス足りなかった。けど、レオハートそろそろ蘇るから。結構今、ブロックが限界だな。よいしょ。よし、レオハート蘇った。レオハートは、あー、そうだ、もう配置できるんだった。誰か覗く?半蔵覗く?半蔵いらないよな。もう上からもう敵来なくなっちゃった。あ、てかもうエネミーあと2体じゃ少ない。あ、なんだ、もう終わるわ、これ。あー、マジか。はー、なんでパディ死んだ。回復間に合わなかった。ふざけんなよ、マジで。あー、ミスった。星さんクリアが、もう、星さんクリアが打ち砕かれた。あ、そしてちゃんと猛暑蘇ったら嬉しいわ、これ。みんないろんな猛暑が見れるようになった。嬉しい。アビタカで猛暑。あ、ループしてる。そうや、猛暑がループするようになったっていうのもあったんだよな。ループしてるせい、ロマネス毎回上からドボンしてるってめちゃくちゃ映像になってるけど。はー、まあいいでしょ。星さんクリア余裕でいけるな。ちょっと星さんクリアやって終わらせるわ。一瞬で終わっちゃった。一瞬で終わっちゃったよ。特に得意するべきところもなく、余裕で終わっちゃいました。おい、難易度ぬるいぞ。おい、アナザイドス。今日、ソシャゲだからそういうもんなんだよな。やっぱ初期の頃のアナザイドスの難しさが本当懐かしいわ。まあ、あっさり終わったということで、故郷に逃走やっていきましょう。故郷に逃走。故郷に帰りてえよ。よいしょ。ちなみに今日ズボン、レザーブーツね、レザーズボンもときは履いているので、たまになんか、キュッキュッっていう、擦れ音が鳴ったら気にしないでくれ。おならじゃねえぞ。こいつら操られてるのか操られてるのかわかんないけど、ビルフォード早く欲しいな。自由都市の宣言などを買って。エクスさん、エクスを求めてじゃない、認めてねえんか。はい。戦うしかねえよな。信用はできないから。そう、アビタカ、そう、ありがとう、ビルフォード。お前が僕を信じてくれるなら、ありがとう。ビルはもうあだ名で呼ぶ仲になったんだ。なんだよ、仲良すぎだろ。いいよ、獣とはね、仲良くなって損はねえから。何、そんなみんな俺たちのせいで戦ってるのに。まあ、そうだけど、バルボロさん残ったドーナツ一口と頬張る。まあ、そんだけでかくなる、普通に頬張れるわね。確かに、ふるさとに帰りてんだ、ふるさとホーム。自分から帰るよ、捕まるのは嫌だし。エレン、アモレン、ついてきてくれ。突破する。アモレン君、来てくれるの、やっぱありがてえわ。あ、確かに、あ、てか、レオハートずっと私服のままだ。ああ、ありがとうございます。服装買いやがった。ありがとうございます。海賊もこのまま一緒に来てくれるのかな。じゃ、時系列的には、どうなんだろうっけ。イベント、まあ、イベントも結構なんか1日2日ぐらいのレベルなんかな。イベントやってその後すぐ一生の方に戻ってきたっていう感じ。いや、ちげえよな。一生の、どっかで、行ったタイミングかな。あ、ソル、ウッソス。まあ、このあたりはね、後で確認しよう。本編詰めば分かる。ソル、ウッソス。なんとかたどり着いたバライの正門では、巨人のソルが兵士たちの侵入を必死に抑え込んでいた。自由都市バライが王都からの独立を宣言して間もない背景もあり、突然の兵士たちの襲来、市民たちがただならぬ動揺を示してた。まあ、ぶっちゃけ怖いわな。ソル、なかなか頼りになるな、まったく。服装もね、うん。やっぱ人間はね、際どい服装じゃなくて、こうやってね、まともな服装ぐらいがちょうどいいんだよ、そう。頼りになるぞ、ソウル。ありがとうございます。あ、平球人って神聖なんだ。容赦ないって、やっぱ、操られてるのか、操られてるようには見えねえんだよな、なんかもう、そういう命令だからね、強引にでもね、遂行しますみたいな、そんな感じな気がするわ。それにも市民にも危害を与えるな。俺は今からバラの街を出る。兵士たち、様子がおかしい。あ、結局操られてるの。僕がエメラルドで操られてない説は全然当たってませんでした。もうダメでした。その時兵士の一人がアビタカ狙い、静かに弓を引いていた。それ大丈夫か?え、太陽操るってお前チートすぎねえか。兵士倒れちゃったし。強すぎ、ありがとう。でもこれ以上ダメだ。それまで巻き込まれるぞ。あ、結局操られてるのね。なんでむせてるのか、ちょっとむせてるのが気になるな。なんだろうな。テンション上がりすぎて、こう、呼吸が間に合わない的な、そういったサムシング的なもんなんかな。しまうときと同じ、みんな正気を失っているんだ。みんな失ってますね、これは。ぶっ殺すしかねえようだな。人間の兵にね、同情の余地なし。気絶ぐらいで留めておくよ。嘘だろ、ここにいる全員がまさか。
エメラルの子が強すぎるの、そう考えると。行きますか、行くか、みたか行きます。ぶっ殺してないよ。操られた兵士、同情余地だし、すべてが敵だ。よし、ぶっ殺します、今から。任せてください。よし。ちなみにね、第一章はね、今んとこどこまでやったっけ、30話ぐらいまでは今実装されてんだっけな。まあ、ちょっと全部は実装されてるらしいけど、まあ、アップデートがね、ちょちょっと進んでいけばね、いろいろと追加されると思うので、楽しみと思います。よし、じゃあ次は、さっきね、ちょっとやらかしたからな、ちょっとタワーディフェンス戦法でなるべく堅実にやっていこうかな。リュートはちょっと弱いから、なるべく真ん中にして、で、レオンハートとアビタカでそれぞれ上をちょっと配置して、っていう感じだな、こういう感じでいこう。で、真ん中にエレーサー配置することによって、なんか無敵になるみたいなね、そういったサムスイングでいいんじゃないかなと思います。あ、そう、早く回復役も来てな。もし、レオンハートは下配置。これでとりあえず無敵でしょ。で、だったらここにパティを置いてね、あの、ブロックの布陣をね、立てるみたいな、そういった作戦でいこうと思います。さあ、そう、どうしようかな、配置的には。これ悩んだ末にこれです。さあ、そう、真ん中が多いな、ちょっと。ブロックの時に、アビタカ、レオハートの方があるから、まだなんとかなると思うんですね。リュートが死にかけてる。ちょ、まず真ん中が結構やべえな。ちょ、真ん中パティにするか、これ。いけるか、リュート、耐えられるか。ちょ、やべえな、二重回復するか。キャラクターまだ置けるな。オッケー。よし。二重回復の包囲網にしよう。久しぶりにやるな。なんか、初期の頃は本当にこれ必須だったけどね。エレンさんとロマネスのね、ダブル回復。この布陣無敵なんだよね。で、ここにパティを置くことで、よし、オッケー。やべ、リュート耐えれるか、ちょっと。よし、HP 二重回復が結構でけ。やべ、結構一気に敵来てるな。お、ここは意外となんか難しいのか。ちょ、油断はできない。星さんクリアって考えると意外と油断はできないね。そんなステージですね。真ん中にリュートを配置したのは本当にミスった気がする、本当。むしろ真ん中レオンハートかアビタカにするべきだったな、これ。よし、回復。OKOK。回復のね、威力を上げていって、で、あと、まだまだ配置できるな。ここら辺にニトロ、OK、ニトロ OK。で、あと、上にアモレーだな。よし。まあ、ひとまずはこの布陣でいいでしょう。さっそう。じゃあ、あと、早送りかな、この良さと。昔みたいに敵が止まるバグとかね、まあ、じゃあそうだ、せっかくだから、なんかちょっと等倍速にしてね、いろいろと語っていくか。なんかアナザーエイドスってさ、僕ね、結構エゴサしてるんで、アナザーエイドス。だからもともとね、イラスト目当てでアナザーエイドスのエゴサよく知ったんだけど、まあ、それはそれとしてね、なんか、アナザーエイドスみんなどう思ってんだろうっていうことでね、まあみんなって思ってる、うん、これからの発言でもいろいろあるんだけど、あーね、ツイッターでエゴサするとね、アナザーエイドスでツイッターエゴサするとね、なんかアナザーエイドスのこと叩いてる人多いんだよなって思うんだよね。まずなんかやっぱ思ったのが、なんか、こんなね、そう、批判すること面白いと思って、なんか批判ツイートしてるような人とは、まあやっぱ一生友達になる気がしねえなっていうのはまず一つ。まあそれはまず一つだった、本当に。うん、友達になりそうにもねえし、なりたくもねえなと思った、なんかこんなやつとは。とは思った、まあ、一つはね。続いてアナザイドスで、なんでその叩く必要あるみたいな、って思ったんだけど、まあ差し上げって結構完成されてるのが多いからね、なんか。ある程度完成された上で、その上でなんかどんどん追加するみたいなと考えたら、アナザイドスって本当にまだまだ未完成な部分がそもそも強いからね。まあそういった部分で叩きやすい人はね、なんかね、あるかもしんないけど。かといってアナザイドスね、まあ、僕はなんか逆に応援したくなるんだよね。なんかこの若干未完成ながらなんかね、そう、まあ、未熟な部分もね、ありつつも、その上でね、頑張って楽しいコンテンツをね、作り出そうっていう姿勢が、やっぱ、まあ、メンテナンスが多いのがね、あんま立ったりするんだけど。そういった意気込みがすごい感じられてね。だから僕はすごいアナザーエイドスを応援したくなってね。そう、だから何回でこうやって実況して楽しんでるっていうのもあるんだよね。僕はアナザーエイドス楽しんでるし。そう、で、まあ、そもそもよくよく考えたらツイッターでアナザーエイドスで、なんかそんな批判ツイートするやつなんて、本当に声がでけえ少数派だったなとは思ったからさ。まともな人はそもそもそんなね、批判ツイートをおおらかにするような人たちじゃないし。うん、まともな人はね。っていう部分があるんだよね。だからそういった部分でアナザイドスって本当に嫌われてるのかって言われたらそうでもないと思うんでね。本当ツイッター、ツイートも所詮なんか本当数えるぐらいしかないしね、批判ツイートなんて。っていうのもあるんですねっていうお話でした。何かアナザイド好きな人の方が結局多いんじゃないかなって。だからなんか運営さんには本当にね、なんかツイッターの方では心もとないこと言ってるような奴らが、まあ目立つ、多くはないけど目立つからですね。今日こうやってアビタカみたいに、ね、楽しんでる人もいることをね、ぜひ運営さんもね、踏まえてくれたら嬉しいなとは思いますねっていうお話でした。よいしょ。というわけで、やっていきましょう。さあ、そう、今回は難しいな、この配置。結構難しいよ、ここは。どう配置する？今回悩むね、これは。
な、広すぎる。広すぎる。ちょっと悩んじゃうな。ちょ、まず上竜と、しかね、こうやって並べて戦っていくパターンでいくか。で、最後の夫人にパティを置くぐらいの戦法で、まあいつも通りでいいでしょ。敵も32体いるから、まあまあ油断はできねえな。よし、レオンハート。レオンハートは、レオンハートこんな感じいいかな。ちょっと後ろの防衛ラインも張ってくれるぐらいがちょうどいいと思う。で、やばいやばい、やべ、もう竜とか死ぬ。やばい。突破されるっつうか、竜とか死ぬっつうか、ちょっとまずくなってきたよ。やばいやばい。あー、竜と死んだ。ちょ、やり直しまーす。やり直しまーす。うんちでーす。くぅ、あー、ルーズこんな感じだったんだ。なんかもう本当にゲームオーバーみたいな絶望感を感じるわ。後ろの画面見れなかったのちょっとあれかもしんないけど。なんかすごい絶望を感じるようなルーズの表示になってるわ。あー、黒い方がこんなにも、これ戦慄読むんだけど、戦慄いてって絶対違うな。はい、それではいろいろと布陣がね、できました。こんな感じかな、ひとまずは。あのね、竜と上にしたらダメだったなと思った。ここら辺に強いキャラクターたち、攻撃力が高めのね、キャラをこっちに配置して、なるべくね、さっさと倒していこう。竜とは本当にステータス低いんだよね、マジで。竜とはね、あ、そうだ。そう、ステータス低いのと、あと思い出した、なんか、いろいろとね、最近なんか、効果が出てきたらしいんですよね。なんか、なんだっけ、性質とかだっけ、特性だっけな、なんか、いろいろとね、システムが作動するようになったっていうね、アップデートもあったんでね、後でちょっと確認してみたいところではありますね。よいしょ。さっそ、さあ、あと3人配置できるな。よし、ニトロ配置だな。あー、ニトロー、ニトロ。最強のね、ニトロ。おお、やっぱ、本当に範囲が広いな、ニトロ。で、開花範囲にもいるからね、これは無難にいけると思う。さあ、あと下から結構来たな、パティ配置しといてよかった、ここは。さっそ、で、ロマネス、なんとかしろ。レオハード、なんとかしろ。パティもなんとかしろ。オッケー、この配置ならいける。さっそ、これでブロックしきれないやつは、パティがなんとかしてくれると思うんで、オッケーですって感じです。よし、間違えた。さっそ、あと2人か、意外と配置できるんだよな。20回復するのもあれだけど、20回か、今回必要ねえな。さっさと戦い終わらせるぐらいの気持ちの方がいい気がするから。こうやな。よし、あと魔法使いをポンポンと入れて。あー、そっか、範囲に入ってんだよな、開花範囲。どこまで耐えられる？ちょっと、まあ、ワンチャン、場合によってはちょっと撤退も考えながらねっていう部分はあるんですけど。ここ半蔵でいいな。よいしょ。半蔵地面に置いちゃっていいわ。ハンズは確かブロックできないはずだから、なんか。そう、ブロックできないやつはブロック、なんか何体までブロックできるとか表記あったと思うんだよ。で、ハンズはブロックが確かできないはず。確か。あ、そういった表記はなかったからね、ブロックできないらしいんだよねっていう。多分だけどね。さあ、そう、あと半分まで来ました。よしよし、こっから早送りしてぶっ殺しちゃうよ、お前ら。よいしょ。よいしょ。はい。で、いろいろと召喚して、もう無敵です。ありがとうございます。で、突破されかけても後ろにはね、ちゃんと味方がさらにいるんで、もう勝ち確なんですよねってことで。よしよし、ここもね、ちゃんと布陣さえ整えればなんとかなったな。ちょっとさっき竜と本当にやらかしただけだった。竜と前日とかダメだな。うん、やっぱステンス低いんだよ。基本的にあれかな、アビタカかレオンハート配置が安定だ。で、パティ後ろが安定で、竜太さんがその後方支援ぐらいですか、なんか中陣支援ぐらいのね、立ち位置が一番いいのかなって個人的には思いましたね。じゃあ、さっきの話続ける？まあ、言うても結構話したんだけどね。まあ、アナザーエイドスってなんかツイッターで誤算すると、なんかね、まあ、そもそもツイートしてる人が少ないから本当にね、多いというわけでもないんだけど、なんか、結構そういった批判というかね、なんか、いろいろとボロクソ言うようなツイートがしがちな傾向があるんだよなっていうお話でした。で、多分ね、つぶやいてないけど、アナザーエイド好きな人は、むしろそっちがやっぱマジョリティな気がするんでね、うん、ぜひ頑張ってほしいゲームではありますねっていう、なんか、お父さんみたいなセリフになっちゃったけど、そんな感じ。見て見て、行きたいのはそっくりでしょ。そっくりで、お前のチンチンみてえだな。意味わかんないこと言っちゃった。故郷の闘争、このままいいか。よし。このまま故郷の闘争。ずっと闘争しております。ここどこまで続くんだ？一応7までいった。結構進んでんね、今回。これは結構難しいぞ、これ。これは、どうする？結構、難しい配置になるな。やべえぞ。キャラクターが足りねえ気がする。ちょ。やばい。これは、キャラクター配置が、なかなか、物を言うような状況だけど、広すぎて、ちょっとこれはやばいな。ちょ、早く、レオハート。カモありがとう。レオハートはどう配置する？こっちだな。やばいな、これは。
ちょっとここ近接キャラが多くないときついとこがある。これはなかなかぞい。やべえ、だってブロック2までだな、これは。こういう配置しちゃったらね、そしたらもうブロック2までだもんな。結構厳しい戦いになるかもしんないし、意外とあっさりいくかもしんない。まあ敵が一塊に来たら終わりなんだよ。そう、今回なんか均等に1列ずつ来るぐらいだったら余裕なんだけど、なんか急になんか向き動きを変えてこうやってこうこうみたいなジグザグして、どっか一点集中とかになると結構戦況が変わると思う。回復範囲的にはこれか、まあこれでいいでしょう。さあ、そうだからここで重要なのが、まあ、多分あ飛行もいるんだよな。やべやべ、であと3人しか配置できない。ちょまずい、ちょ まずはこういう配置で遠距離どう配置するかだよな今回。さっさと倒さないとっていう部分もあるし、どんぐらい敵が出てくるのか初見だからまだ分かってねえし、さっそう、まあ、まず必要なのニトロか。ニトロ配置して、空調ニトロの配置ちょっと相性悪いな今回。ここはね敵が進んでこないっていうのがあるんで、雷をこっち向き OK で、風をこっち向き、これが多分わりかしまともな配置になるんじゃないかなと思いますね。さすとこれでもあと0人で配置は、あとこれが騎士と出るか強度出るか、まだブロックが耐えきれるか耐えきれないかっていうのもちょっと問題であるんだけど、いけるかみんな。ちょっと結構ギリギリな気がするな、レベルもあんま僕高くないし。よしよし、今んとこはなんとかいってる。さあ早送りするか、回復を強化する必要も今んとこはなんか、あ飛行出てきた。さあこっからだな、こっから飛行の配置がどうなるかっていう部分があるんだけど、さあ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 、よし飛行来たな来たな来たな、オッケー、ここまで来たならやります。よしでこっから一気に回復、さっとブロックも仕切れるか、これ仕切れるか、ギリいけるギリいける、ちょっと怪しくなってきた。ライも補助頼む。特に近接キャラ、攻撃系近接キャラとあとリュートに関してはブロック2だから、さっさと敵を倒さないとあれなんだよ、終わっちゃうんだよ、ブロック耐えきれなかったら終わっちゃう。あと飛行機を倒さないと終わる、マジでちょっとギリギリすぎる。いや、やってくれよな、頼むぞ。操作ミスもすんな、アビタが。マジ頑張れ。いいと、ギリギリだな、今のところギリいける、ギリいける。よし、飛行が倒した、次こっちの飛行。こいつ突破できるかどうかが鍵になってる。いやー、やばい、ブロックが足りなくなってくる。さっさと、おし、ブロック足りる、こっちの列。パティもこっちのブロック列足りる、オッケーオッケー。さあ、あとは耐えきれるか、耐えきれるもんか、耐えきれるも来てる。くう、なんかちょっといやらしいタイミングに来るな。今回ちょっと広いステージなだけでちょっと難しかったな。よし、今日はここまで来たら、もうあとは余裕なもんですね。いや、ちょっと今のはヒヤッとして、本当に。このステージはなかなか楽しかったね、なんかやってて。戦略性があった。近接キャラ4人いないと詰んでたし、ちゃんと遠距離キャラとか配置しないと、これは普通に負けるっつうか、うん、なんかいろいろ沼になってる可能性があった。よし。まあ、このゴリラ子みたいなのを倒して、敵は調べられないんだな。オッケーオッケー。よし。まあ、なんとか倒しきれたということで。お、これが雪だるまか。かわいいな。こいつさ、そう、パティって色々あんのかね、今まで。なんかあるらしいけどね。なんか、巷で噂に乗ってるらしいようなのが、パティはこいつどんな色が出てくるんだっていうのは、なんかお話しちゃったらしいね。お、本編来た。じゃあ最後これ読んで終わりにしようかな。罪なる願いの魔王、これ読んでいきます。ちょっと動画30分超えちゃうかもしんね。すまんね。まあいいでしょ。久しぶりのアナザーエドスの実況だからみんな見てくれるだろ。パイスブラン連邦は平坦な平原と川に恵まれる。攻略が容易な迷宮の入り口が各地にあり、各国が迷宮の上に城や砦を築いたのは異なる。国の行く末を変えるほどレリック、あ、出た、レリック。レリックなんかキーワードらしいんだよな。出土されなくても、迷宮を持つ地主は、都市を築くには十分な資源となった。帝国の侵略に対抗するため、超束ねたのが、現在の王都、パイスブランである。なるほどな。どういうこと？はっ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 、走れない、すまんな。アモレクの息遣いはエッチだから、ちょっと、その代表を舐めさせてくれませんかね。レオンハートとロビンが、エンマコ使い、追手を錯乱させた。やっぱ、こいつが頼りになるな、海賊。海賊ほんと頼りになるの。それから、ガイドを避け、一個はバライの町から、逃走してきた。まあ、バルボロスも急にいつ、あの、元の姿になるのか分かったもんじゃねえからな。だ、あ、それはダメだって。疲れたけどさ、故郷兵士たちを傷つけた悪い奴になるだろう。それに、やっぱり朝追いかけてきた兵士たちも様子が変だった。竜王の島の時も何度も起き上がって。まるで何か怪されてみたい。おお、ご明察浴びたか。それはエメラルドです。
やっぱり魔物の仕業なのか。お前が竜になれて手を引いてるわけじゃなくて。バルボロス僕ね、なんか、いいやつなのか悪いやつなのかって言ったら、まあ、あの、俺の兄貴を殺したから多分悪いやつなのかもしれないんだけど、なんかね、そう、バルボロスの目的っていう部分は気になるよな。バル何を知ってるんだ、あの緑の衣装見た時だって。罪なる願いの魔王。あ、もしね、あの、なんかちょっとうっすら見えたあのドラゴンか。あれか、罪なるうんたらの魔王。すいませんね。お、知ってるか、アンバードン古典に。もう古典は苦手。全然わかんなかった、今だに。そういうわけして、俺は俺のままだ。自分自身をそのまま生きていく。竜の血のせいなのか。俺が俺で亡くなるような。アビタカ、両目見開き、バルボロスをまっすぐに見据える。そして涙目になったアビタカ。すぐ泣くから、僕は。あだ、なんだっけ、敵討ちとしての恨みと、魔力を与えた接吻の記憶が混濁する。説明つかない感情が込み上げてくる。もう複雑になるわな。もうめちゃくちゃなるわ。まあ、とりあえず家に帰りたい。ホームシックなんで。そう、そうだよ。そうだよ。巻き込んだ仲間たちを前に萎縮しながら肯定する。カイマの誘惑を前にして、確か願いは奇境だったのだ。凱旋ではない兄の喪失と竜の血による変質、そして父モーガンが下したとされる自らの捕獲で確かめる必要があった。父さんのことを確かめたい。だから王とパイスブランへ行く。確かに島に来ていたんだ。俺に捕獲令だなんて。王と行きます。そうなの。あ、じゃあその迷宮行くって感じで、また島が探索が続くかな。それもちろん俺の家にだってある。他に王族しか入れない場所も、迷宮の入り口が点在する連邦にとって個人が迷宮を所有することは珍しくない。しかしより貴重なレリックを出土する。規模の大きい迷宮は厳重に管理され、大都市の中心となっていた。ギャー、誰か誰か。しばしの沈黙を破ったのは聞き慣れない大人の叫び声。ただことではないことが明らかだった。これはモブなのか、どうなんだ。獣人モブだったらいいんだけどな。行こう、誰か困っている。おーおー、ここ判明する、判明して。いやー、おー、判明する。意外とちょっと、こっちは意外とボリュームがありますね。スライムだっけ。これはなんか、スライム感的なものではないよな。大丈夫だよな、きっと。スライムよく見かけるモンスターだけど、こんなに湧いたことなんてほとんどないぞ。踏み入れた林には草原で見かけた以上の大量のスライムが住み着いており、住むだけでも一苦労だ。モブかな、誰だろう。エレンが指差した先には頑張って叫びが見えた。どうやら叫び声、あれです、こんにちは。おー、いいね。いいね。脇を見せてくれる。いいと思う。そういう脇見せスタイルのね、タッチや僕は興奮するで。あ、お前こんな姿で魔法使いなんだ。騎士かと思ったぞ。コルカって言うんだな。オッケーオッケー。はい、アビタが来ました。パイスブランの兵士なの？あ、そうなんだ。いい兵士、面白いよな、パイスブランも。ここは連邦が管轄する超迷宮の入り口なのだろう。おびただしい量のスライムが洞窟から溢れ出ていた。行く、こんな時兄さんなら。やってやるだろう。アビタが竜の腕を力任せると、あ、力ま、力ませるか。腕を力ませると、たちまち周囲に熱気が立ち込め、大気から火の粉が舞い始める。竜の力使います。エレン神よ、竜の力使うと、もしだんだん竜の進行が増えていくっていう、そういうテイルズ・オブ・エクシリア2のさ、そういったシステムなんねえよな。大丈夫だよな。というわけで、今回のね、実況はここまでにしたいと思います。まあ、ちょっと30分超えちゃったのは申し訳ないですね。すいませんでした。というわけでね、久しぶりのアナザイドサール、実況見てくれてありがとうございました。というわけでね、今後また第1章ね、ぼちぼちと進めていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。また次回のアビタカン実況は他の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。